こんにちは。今日は2020年5月8日木曜日でございます。私はね、これ東京都府中市のね、なんていうね、府中市の場所なのかはわかんないんですけどね、にあるね、西武多摩川線のね、羽毛田、これ堀海峡でいいのかな、ちょっとこれね、この場所はね、私ね、去年から知ってたんですけどね、名前はね、つい昨日したばっかりなんでね、よくわかんないんですけどね、に来ています。では、ではね、今日はね、この羽毛田堀海峡でいいのかな？についてね、ちょっと説明していきたいと思います。皆さんよろしくお願いいたします。まあ、これはね、まずこんなところなんですけどね。まずね、さっきね、私ね、海峡っていう言葉についてね、ちょっと調べたらね、水とかなんかそういう排水をなんか通すみたいな、なんかそういうような場所らしいんですけどね。多分ここにスペースがあるから、多分元を言えばね、そういう場所なんだと思います。お、なんか虫がいたな。いや、じゃあね、ちょっとこれ見ていきたいと思います。でね、もうここのすぐ隣のね、これがね、もう西武多摩川線の線路です。結構ね、これ近いでしょ、線路に。でもね、これね、実際ね、ちょっとこれ左にこうカーブしてるんでね、でこれ多分今見た感じ、軽くね、関東が多分あるんでね、実際にね、電車が来た時に撮影するとね、もうすごい怖いんですよ、これ。まぁ、ちょっと後でね、その電車が来るやつはお見せしたいと思います。じゃあ、ちょっと、ここ行ってみようかな。そうそう。でね、ここにね、危険です、通らないでください。これ先に説明しようか。まぁ、あるんですけどね、こう隙間があるんですけどね、こうくぐってね、通っちゃダメだとそうです。でもなんかね、私ね、YouTube で見たんですけどね、実際ね、この近くに住んでる人はね、結構くぐってたりするそうですよ。でね、この、通らないでくださいっていうのがね、電車が来た時に危ないからなのかな、低いからちょっと頭ぶつけちゃったら危ないからなのか、どっちかわかんないんですけどね。電車が来たらだったらね、西武多摩川線って10分に1本とかなんでね、まあ、電車が行ってすぐにね、パッて通っちゃえばね、多分大丈夫だと思うんですけどね。あ、なんか電車来るみたいだな。ちょっと、いや、まずはね、この外からね、電車が通過するシーンをね、ちょっと皆さんにお見せしたいと思います。ね、離れてみたらね、こんな感じです。まあ、離れてみたらさ、どうってことないですね。ではね、ちょっと今ね、この電車が来ないうちに、これだけ見ちゃいましょうか。ほんと、堀海峡であってんのかな？塗装年月は2007年8月。まあ、そんな割と、割と最近ですね。塗装回数3回。まあまあ塗られてるんですよね。まあ、こんな感じです。頭ぶつけそうだな、低くて。ではね、電車が通過するシーンをね、ちょっとお見せしたいと思います。今ね、左の方から右に電車が行ったでしょ、さっき。でね、この、右の方、こっちの方にはね、ちょっと行ったところにね、白糸台駅っていうね、西武多摩川線の中ではね、まあまあね、大きい駅というか、まあ、主要っぽい駅にね、なんですけどね。その駅でね、上下線行き違いをするんですよ。ここ単線なんで、ほら。上下線行き違いをするんでね、多分ね、もう、多分そんなしないうちに電車が来ると思います。あそこがね、点滅してね、もう電車が来るそうです。ではね、まぁ、ちょっと皆さんにお見せしたいと思います。すごい怖いでしょ、ちょっと。すごい迫力ですよね、あれ。電車とね、結構ね、近いんですよ。多分ね、これもう、ここまではね、まあ行っていいってことになってるはずなんで、ね、まあ安全なようにはね、作られてるんですけどね、多分ね、すごいほんと怖いんですよ。
でね、しかもね、西武多摩川線ってね、あれ、MT54 だっけ、一般合計とはちょっと違った、ついてるものとは多分違った気がするんですけどね、結構ね、国鉄の時に使ってたモーターなんでね、これ西武多摩川線はもともと西武だけどね、JR がね、昔国鉄の時にね、特急車両でね、MT54 って一般合計のモーターなんですけどね、すごいブワーンって鳴らすモーターあるじゃないですか。ほんとね、そんなやつをね、この西武多摩川線のね、今通った車両、新101系っていう車両なんですけどね、その車両も使ってるんで、それでね、モーターもすごいうるさいんですよ。だからね、ほんとね、迫力がすごいですよ。でね、今ね、こっからね、電車来るのを見ただけでもすごい迫力だったんですけどね、ここにね、こう立ってね、こう見た時の迫力の方がね、もう私はね、すごいと思うんですよ。でね、ちょっとね、次はね、向こうからね、来る電車をね、ちょっと撮影したいと思います。ではね、こっち側の電車が来るようです。うわ、すごい、迫力すごいでしょ、ほんと。いやー、すごいわ。ほんとね、これはね、撮影するときね、ほんと怖いっすよ、これは。いやあ、ほんと怖いわ。あれ、なんか電車が行った後もあれ、チカチカし続け。見えますかね？あ、ちょっと動画じゃ見えないと、見えないんですが、なったなった。電車が来るときにね、さっきチカチカしてたやつがあったじゃないですか。で、あれがね、向こうにもあるんですけどね、電車が行ってからもね、ずっとチカチカしてるんで、なんか来んのかなと、ちょっとびっくりしましたね。あ、いいや。ねえ、そうそうで、ね、さっきね、言い忘れてたんですけどね。ここにね、なんか予備のためのレールなのかわかんないんですけどね。レールがあるんですよ。これね。これは、あそこが端で、こうあって、向こうの端は、あの辺かな？ちょ、見えないんで、これ、80メートルかな？レール、これ。でもこれ使えるんですかね？例えばね、そこのこのレールがね、ぶっ壊れたとしてね、なんか変えなきゃいけないってなった時にね、このレール使えるんですかね？ほんとすごいサビサビなんですけどね、これ。いやー、どうなんだろうね。わかんないですね。ね、ちゃんとね、現在使われてるレールもね、こんな感じですごい見えるんですけどね。一番上のところはね、電車が通ってね、削られてるんでね、すごいピカピカで反射とかしてますよ。ではね、最後にね、ちょっと向こうに行きたいと思うんですけどね。向こうね、ほら、すぐ、向こうにあるんですけどね。で、まあ別に電車行っちゃったから、もう別にくぐってもいい気がするんですけど。で、さっきね、私がね、向こうから来る電車をね、待ってる時にね、二人ね、ここをくぐって行かれてる方がいたんでね、まあ、パパって行っちゃってもいい気がするんですけどね。もう私はね、ちゃんとね、向こうからね、こうぐるーって回って、で、向こうに行きたいと思います。ではね、早速行きたいと思います。でね、ほんとね、ぐるって回ってきましたよ、ほんと。いや、すごい遠かった。私ね、今ね、公共交通手段を使わないようにしてるんでね、自転車で来たんですけどね、こう、自転車でずっとぐるーってこう、回ってきましたよ。ここをくぐればね、たったのね、まあ、何メートルかでね、向こうに行けるのにね、ほんとすごい遠かったですよ。しかもね、この辺ね、踏切とかもないんでね、ほんと、ただ遠いだけでした。ここはまあ、くぐっても大丈夫でしょ。こっからですよね。でも、ダメなのかな、これも。もう、やめとこう。もう、もしダメだったら、まあ、すみません。でも、まあ、電車来なくて、しっか。まあ、こんな感じでね、すごいね、ルールに乗っとるんであればね、すごい遠回りをしなきゃいけないんですよ。だってね、こっからこう行ったらね、あそこにね、大通りがあるんでね、その大通りに出て、ずーっとこう、上を行って、で、向こうで降りて、こう行って、こう、ぐねぐねぐねって行ってながらね、で、向こうにたどり着くってわけです。はい。とにかくね、すごい遠回りになるんですよ。ではね、まあ、この動画はね、この辺までにしたいかなと思います。
まあ、これでね、まあ一通りね、この、羽毛田堀海峡、まあ名前合ってるのかどうかわかんないんですけどね、の説明はね、まあ終わ、まあ多分こんなもんだと思うんで、ね、ではね、まあこの動画はね、ここまでにしたいと思います。皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、共有、どんどんお願いいたします。ではね、動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。